メロナッパ。
までご視聴ありがとうございます。メロカッパです。森です。佐川です。ということでメロカッパはいろいろな角度から音楽を楽しむ YouTube チャンネルです。コメント欄にて皆さんからメロカッパへの質問ですとか皆さんの音楽の楽しみ方を募集してますのでご紹介させていただきます。最近 CM オリジナルソングを Twitter のある人から知り、聞いたらすごくいい曲でハマってしまって動画をたくさん見ているのですが、まだ2人のことが知らないことだらけなので一言で魅力を教えてください。これは伝えていかないといけませんな。自分の相手の、おー、いい着眼点ですけども、自分の言ってみてよ。自分の自分で言ってみようよ。眉毛がよく動きます。自分で言うのかよ。もう言われすぎてもういいや。いや、あの、実際いいとこよ。眉毛動くのはいいところ。ちなみにこの人も結構動くけどね。いやいやいや、眉毛動かないですよ、そんな。今日すっ、もう地平線のような眉毛でした私。カラオケで感情を込めて歌うと音を外してしまうのですが、どうすればいいですか。いいじゃない。それでいいと。いいんじゃない。そうだよね、はい、だから別にいいよ、音なんか外して。いいよ、もう最終的にはもう語っていいよ、音を無視して歌詞を言えばいいよ、もう。俺より先に寝てはいけない。いや、なんでだからさだまさしさんなんですか。何がきっかけで音楽を始めましたか。めっちゃハイテンションになって答えてください。音楽始めたってなんだ。なんだ。そうなのよね。どういうこと。いや、でもまあまあ、でもそれは主観だとして、俺こっから音楽始めたなって思うのはいつ。高3。高3のその何が始まったんですか。カラオケが良い。あ、そう。3になって急に通い始めたの。そう。何があったの。君暇だったんだよね、高校3年生。俺はピアノを習い始めたことが俺の始まりなのかな。じゃ、初めて弾いた曲は。初めて弾いた曲は今でも覚えています。はい、なんか牛乳屋さんが来たよみたいな曲なんだけど、牛乳屋さん来ましたよって弾いたら、はい、よくできました花丸、え、これでいいのって思った記憶があります。全然ハイテンションじゃなかったけど、あ、忘れた。くそ、ハイテンションで言いたかった。ギャーギャーさん。はい、じゃあそれではここで皆さんお待ちかねの森くんの新ことわざのコーナーに行きましょうか。お待ちかねなの。え、みんな待ってて、もうそれを早くやると。そのなんか恒例みたいな。それを見るために今日動画クリックしてるから。あ、そうなんですか。じゃあ僕が適当な言葉言うんで、それがどういう意味かをじゃあちょっと森くんに言ってもらっていいですか。はい、はい、道端でリンボーダンス。急にさ、こう街中とか歩いてきてさ、はい、急にこうリンボーダンスし始めた人がいるとします。いるとしましょう。はい、多分ね、はい、みんなこう通りがかる人すごい目で見ると思う。いや、見るよ、それは見ますわ。何やっとんねん、何やっとんねんと見るな。でもそれでいいと思う。あのね、やっぱね、大胆に生きよう。うん、っていうことってこと。はい、ということでたくさんのコメントありがとうございます。ということで引き続き、メロアッパへの質問ですとか皆さんの音楽の楽しみ方をぜひコメント欄に書いてみてください。ということでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。